はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日ね、どこに来とるかというと、三重県の松阪市、のある、何町かね、ちょっと忘れましたけど、マックスバリューのね、松阪中央店の今、駐車場におります。ね、いきなり松阪が始まって何やっとんやというとですね、まあ、今からね、もう一つ企画をね、やっていこうじゃないかというか、前の企画の続きですね。松阪の駅構内の、にある、何でしたっけ、ご案内ね。近鉄の方にあったあのご案内のところを回ろうという企画をやっておって、残念ながら当日中にね、やはり全部回ることができなかったよということで、今日ね、残りのところをね、ついでに回っていこうかなということですね。まあ天気もねちょっと良くなったんで、最初のうちはね、なんか週間予報とか見とったら雨予報だったんでね、あれかなと思っとったんですけど、まあ晴れたうちにね、もう梅雨入りもしちゃいましたからね、見ていこうというわけでございますね。ということでですね、残りのところね、どこがあったのかなって言いますと、そうですね、まあ、画像の方ね、出してあると思いますけど、行ったところが岡寺山慶祥寺で、三井家発祥の地で、松阪市役所と松阪城跡、松阪城跡ですね。で、鈴屋に、元折宣長記念館に、お城番屋敷ね、と、まさか市民文化会館、まさか木綿行事センター、まあ、前いただけですけど、に、浅田児童ということでですね、ここまでは回りましたけど、残りね、元折宣長の奥墓と、中部台運動公園、三重子供の城、岩内瑞源寺でいいのかな、これ、元内瑞源、多分岩内、元内かな、元内瑞源寺かな、っていう、場所が残っておりますよということで、この、瑞源寺さんが行けるかどうかが今、時間微妙なんですけど、ちょっと午前中、別途用事を通話しとったんで、まさかに着いたらもう1時回ってて、もう今1時半なんですよね。ですからね、ちょっと、時間は、ある程度迫っておるわけでございますけど、とりあえずね、まずはね、一番行ってみたいところからね、ということで、元に乗りながらの奥墓ね、これ行ってみようと思います。っていうのも、もうね、先に上がってる動画の方でね、出てますね。元に乗りながら記念館さんね、行った時に、地図ね、ちょっと、いただきまして、こんな感じでね、あ、ここですよって、で、行き方とかもね、説明してもらいました。車でね、行って、止めるところもあるらしいんで、止めていいところもあるらしいんで、じゃあ、行かせてもらいましょうということでございますね。あ、お寺のそのお墓がある、お寺の名前がね、妙楽寺というお寺になるらしいです。でね、ちょっとこの地図だとちょっとパッとこれだと映り悪いと思うんで、Google マップの方をちょっと出しておきますけど、まあ、見てもらったらね、わかると思いますけど、まあ本当に山の奥でね、まあなかなか、まさかの人でもここまで行くことは少ないんじゃないかなと思いますね。で、まあ私もね、今から行くわけでございますけど、八田町の交差点ですもんね。そこで八に太いで八田町って言うんですけどね、まあ、たまたま私仕事でこの八田町の方に行く仕事をやってたことがあるんで、意外とあの辺りアップドゥーさんの辺りで、ね、まあまあというかアップドゥーさんのところで仕事してたわけでございますけど、ね、もう地元の人しか分からないからごめんなさいねってことですけど、うん、っていうことでちょっとね飲みながら、早速ねこの奥墓の方に向かっていこうと思います。このね、マックスバリューの中央のところからやったら、河合町、あ、ここ河合町じゃねえよ。河合町はまた別にマックスバリューがあるんで、ここだと、あたこから前の日だけ経由で、多分行ったら畑町の方に行きますんで、そっちの方からね、回っててみようと思います。ただもうね、さすがにね、公共交通機関でね、とてもじゃないけど行けるところじゃねえぞということでございますので、今回はちょっとね、車で、来ておりますということでございますね。まあね、いつもだったら大体こういうところもトレーダー作るのにね、室内でも回すんですけど、まあね、ちょっと、まだ、ちょっと、あまり、車の移動は、あまり、したくする状況じゃないもんでね、まだ、ちょっと、おとがめが取れておりませんもので。ということで、ちょっと、もうこのまま多分すぐにね、珍しく、うちのチャンネルしては珍しく、もうスンと、次の目的地に、ついてると思います。ということでね、行ってみようと思います。地図は出しときます。で、行った感想みたいな感じでね、出しときますね。Google マップあたりか、Google アースあたりからね、こう引っ張ってきてやろうかなと思いますのでね、よろしくお願いいたしますと。さてね、来てみましたけどね、まあまあね、途中の道、
途中まではすごく分かりやすいです。こんな感じでね、途中でこっちがお墓ですよって出てきますんでね、ですんでそれ通りに来ればいいんですけど、このね、特に幡町から曲がって次左折で入ってくるところね、この先ね急にめちゃくちゃ細くなるのと、ちょっと1分だけね交差点分かりにくいところがあったんで、そこだけ気をつければいいんですけど、このね細い道、こっちみたいなところ、ここね登ってくると本当にありましたね。いや書いてありますね。ちなみに私ずっとこれ奥墓奥墓って呼んでましたけど、どうもねこれで奥月っていう読み方らしいです。またちょっと正式に調べたら見ますけどね。でこっちは旧の登山口で、山頂ってなっとって、どういったらいいんでしょうね。これね、一応まさか千歳の森っていう、名前になってるみたいですね。で結構いろいろとあるみたいですね。ちなみに一応なんか前の道あたりまでは一応バスも来てるみたいですけど、これはね公共交通機関で来ない方がいいと思いますね。これはやはり前変われないと相当厳しいかなと思います。でこっからどうやったらいいの、こっち行った方が行きやすそうなんかな。車で通れるのかどうかもちょっと確認したいですからね。よし、そんな感じで、この妙楽寺さんの方から、いまいち地図の見方がこれわからんな。とりあえず行ったらいいみたいなんで、まあ、スマホでちょっと場所も確認しながら行ってみましょう。一応ね、ここにお手洗いは用意してくれてあるみたいです。結構綺麗な通りが置いてありますね。よいしょ。よかったら帽子忘れてきたんですけど、これぐらいの山陰になっとったらいいですよね。いやー、これ順番どう上げとるか分かりませんけど、これの前か後かの企画でですね、先に上げてるから、ちょっとまだ先の予定がどういう風に組むかまだちょっと決めてないんで分からないんですけど、時系列でいくとこの前青山の山登ってきたわけでございますよね。ゴールデンウィークの最後の方にね、あれ悲惨でしたからね。あれはもうね、本当に二度と行かないですよ。本当に怖かったもんね。蛇いましたもんね、蛇が、その模様がこんな感じ。嘘や、蛇だよ。マジかよ。ね、もうこれに比べたらね、もう全然、全然いいじゃないですか。ね、いやー、まあ、いやー、でもこの辺りだとさすがに車に乗ってるのはしんどそうですね。よいしょ。いやー、いいですね。こういうところでこういうね、ウグイスの声を聞いてもね、平和に聞きますよね。この前みたいなね、こんなところで、ね、聞くとね、俺は本当に生きて帰れるんだろうかってね、心配になりますけど。よいしょ。で、おう。あ、出てきた。これか、妙楽寺。はい、はい、はい。まあ、なかなかの坂道ですね。よいしょ。これですね。元大津祈り長、ゆかり深い。妙楽寺となってますね。お寺自体はこっちの方になってるはずです。よいしょ。うん、私も聞き伝えで初めて来てますからね。ここはやっぱさすがに車は止めれなさそうかな。あ、この下からもう行けたんだ。なるほどね。で、これが、なんて書いてある?円光、相当古いな。ちょっともう読めなくなっちゃったな。円光大、これはいつのだろうね。読めない。
7、相当数層ですね。この層がかっこよくなりますね。結構立派な木造ですね。これにその、名前とかが書いてあるんでしょうけど、ちょっと、これは読めないな。ですね。で、これが、あ、これなんて読んだったっけ？これ席でしたっけ？関係の奥行きでいいのかな？いろいろと歴史あふれる感じでございますね。元が閉まってるんだ。で、こっから、ちなみにね、聞いてる話だと、今ここ人いないらしいんで、普段は人が住まわれてはいないみたいな話を聞きましたんで、管理するのにね、来る人が、ですから事務所みたいな感じになってるみたいですね、今は。で、お墓がこの辺りにもありますけど、ここから、さらに、上の方に登っていくと、その、奥付きがあるということらしいんですけど、これは相当古そうですよね。